構酔いようですよ。酔いやすい。あ、そう。大変だね。この間 USJ 行っても全部やりましたね。あ、USJ きついじゃん。USJ ダメですねあれ。これ止まってたじゃん USJ。そうですよ。あの時じゃなかった。あの前後です。前後だよね。怖いよね。よっしゃ止まった。すいません。行こう。ありがとうございます。はい、こちらです。ありがとうございます。青井哲平さんです。はい、太田さんに質問。はい、次の長編小説は構想されてますが、先日角田光代さんの書店イベントで5年を費やした源氏物語現代語訳の後、書けなくなったと話されていました。対策を終えた心境も教えてください。太田さんの文章が好きなので、次の作品も楽しみです。短編集もぜひ。ね、それは。はい。角田さんね、確か角田さん書けなくなったって言ってた。角田光代さん、はい。源氏物語ね、面白かったよ、角田さんの現代語。でもね、角田さんがそれこそ俺の「幻の鳥」って最初の主作、はい、帯書いてくれて、これは素晴らしいっつって、でまた今回ほら「笑って人類」出したんで、角田光代をラジオに呼んで、来ていただいて、であの人直木賞の今選考委員、ちょっと頼むよっつって一票入れてね。そしたら本当に作品素晴らしいってラジオで言ってくれ、対談の時に言ってくれたんだけど、ノミネートも使わなかった角田この野郎、角田この野郎、どうすんだこの野郎、どういうことだこの野郎角田ということで私は思ってる。でも角田さんの8日目のセミ、それ僕それ大好きね、あれ最高だったでしょ。俺も本当に大好き。あれの帯を僕が書いたんです。ええ、そうなんですよ。なんて書きました？8日目のセミの帯に忘れちゃったね。いやなんて書くやろな。あれはものすごい良かったですよ。そうで、あれ俺の帯のおかげで売れたんですよ、あの8日目のセミってね。リアルにですか？そうですそうですいやあれで映画もね見ました。映画良かったねあれね。あれはだからこの間も太田さん、あ、そうだ話だよね、最後小豆島に行く時の、小豆島から子供に引き離される時に、当時まだそこまで売れてなかった吉田羊さんが刑事役で子供と引き離すで、長作さんと引き離される、その時にお母さんかっこお母さんそうかっこ閉じる長作さんが言った一言、その子はまだお昼ご飯食べてないんです。そこなんですよ。言うんだよ。ご飯を食べてない。そのご飯を食べてないっていうセリフの深さ。そう、もうこれでもう一生お別れ会えないんですよ。それ言うんだよ。その直近の腹具合を気にする、ああ本当のお母さんになってるじゃないのというあの深さ、あれ角田光代さんにしか書けないですよね。本当そう思います。だから僕は角田さんにそれ絶賛して、で僕角田さんも俺のその「笑って人類をはじめ」太田さん素晴らしいですって言ってくれたる割にはノミネートもされてどうなってんの角田さんということです。まあでも次はもうね、あれはね56年かけたんで笑って人類が、こんな分厚い本ですよ、私も読みました。面白いですよ、太田さんの頭の中が分かるね。だからもうね、その間に次のもねちょこっとずつ考えてはいるんですよ。だからまあなんか燃え尽き諸国みたいな感じで書けないってことではないけどね、もうちょっとこの笑って人類がもう何の話題にもならないなっていうことが確定するまで、俺1年はあれ3月に出したんで、あと数ヶ月で、まああれダメだったんだっていうことが納得できたらちょっと次へというところ。太田さんにとってこう書くという作業はどんな位置づけですか？楽しいですね。やっぱ漫才とかやってるでしょ普段。漫才ネタ作るのは本当大変なんだけど、ヒーヒーヒー言いながらやったんですけど、やっぱ物語をこう想像していくっていうのはちょっとね、またそれとは違った楽しさがあります。なんかよく小説家の方が書くという作業はもう自分の、まあ、お尻の穴まで見せるじゃないですけど、もう身を削りながらやってるんだみたいな話を聞いたことがあって、そうなんだと思って、そんな感じやっていうのもよくわかる。だからちょっとこのセリフ書くの恥ずかしいなとか、ああそうか、なんかまさにお尻の穴だ。そういうこんなことがいいと思ってんの、この人はって思われるじゃん。価値観丸出しやむき出しやね。そういう意味じゃお尻の穴とは言わないけど股間ぐらいは出してますね。もっと外す。そうそう、なるほど。ありがとうございます。